五十軒原は東京都大田区羽田六丁目の多摩川とエビ鳥川の分流点に所在する石積みの人称。その名称は増水時の急流に対する湖岸のため水中に長さ五十軒にわたって石を敷き詰めたことに由来する。円形に多摩川川口と東京国際空港を眺望でき釣りスポットや初日の出スポットとしても知られる。満潮時速報から見た 無縁仏道2006年の様子玉川左岸の川口から約2キロメートル上流、海老鳥川が分流し北高する地点の上流側に築かれている。増水時の過岸侵食を抑えるために玉川の流路に沿って長さ50軒にわたって水中に石を敷き詰めたもので、これが名称の由来である。周辺は東京湾の干満の影響を受ける気水域で干潮時には 石積みの上を歩くことが可能だが、満潮時には全体が川底に沈む。接続する羽田六丁目の菓はコンクリートで護岸されているが、岸のすぐ下には木型が存在し、干潮時には岸から降りることができる。五十軒花の上には小さな無縁仏堂が立っている。現在はコンクリートとブロック塀で建設された方形の基礎の上に置かれ、満潮時には 川中の小島のようになる。陸地とは乾燥な桟橋で結ばれている。この仏道は多摩川において水難で亡くなった人々の霊を慰めるためのものであり、特に関東大震災や東京大空襲の折には火災に追われて川に飛び込み亡くなった無数の遺体がこの地にも流れ着いたという。いつ頃からこのような慰霊施設が存在していたのかは定かではないが、戦後、 川口近くの川中に一本の格闘場が建っていたのを、羽田地区の漁業組合長が管理し、1978年に護岸工事に伴い現在地に移転、その後荒廃していたものを地元有志の浄在により復興したものである。現在のブロック塀、桟橋、格闘場などは2004年に修理、増設された。干潟の山東佐に米月がに周辺は釣りスポットとなっており、 ハゼやシーバスなどが釣れる。干潮時には50軒花の石積みの上を歩けるため、そこから糸を垂れる釣り人も見られる。周囲に現れる干潟は、潮干狩りや磯遊びにも用いられる。周辺の玉川、エビり川の岸辺は、船の係留地となっており、50軒花の周囲を頻繁に釣り船やプレジャーボートが行き交う。玉川の川口近くで東側に遮る。 構造物が少ない場所のため、羽田空港を発着する旅客機をよく観察できるほか、元日の初日の出スポットとしても知られている。また玉川サイクリングコース佐岸の終着点近くでもあるため、50軒美付近やエビ鳥川対岸の旧、穴森稲荷神社、大鳥居の田元で休憩をとるサイクリストの姿も多い。50軒花よりやや、 玉川上流の羽田の船着城エビトリガー対岸の平和の大鳥居。ありがとうございます。